ティスシンです。今日はフラワー TV を見てるお花屋さんのためにお供えのアレンジメントを作ってみたいと思います。お花屋さんってやっぱりお供えのアレンジメントとか花束を作る機会が多いんです。なのでまあちょっとねこうヒントになればなと思います。ちょっとオーソドックスな感じで作ってみますので、ぜひ最後までご視聴ください。では早速いってみましょう。はい、では始めていきます。今日もこちらの器を使っていきます。まずこのフォームの面取りをしますね。はい、このように面取りをします。今日はユリを入れたアレンジということなので、まずユリを入れていきます。でこのねユリはこのついてる葉っぱをどう間引くかによってだいぶ変わって、全部取っちゃう時もあるんですけど、少しこう残しとくくらいがやっぱいいんですね。どう間引いていくかが重要なポイントになります。はい、今日はこんな感じで刺してみました。そしたらここでモンステラを入れていきます。で白いリンドウですね。リンドウもこう葉っぱをどう間引くか、結構ここも重要なポイントです。白いリンドウが入りました。はい、ここでレザーリファンで少しファンデーションワークをしていきます。でこのくらいの大きさのアレンジの時はこのレザーファンもアウトラインの一つを担ってしまうというか、アウトラインに入ってくるので、この刃先ですね、刃先の動きを注意して入れていきます。はい、ここで少しアクセント、グリーンのアクセントを入れるために手まり草を入れていきます。そして最後にこのトルコキキョウのねパープル、パステルパープルを入れていきます。で最後に少しだけ差し色でこの薄いブルーのリンドウを入れます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。ここでね、皆様に質問があります。このアレンジの中で僕が今ねすごくこう気になっている部分が一つだけあります。これからねこの撮影の後にその部分を直します。そこはこのアレンジの中でどこなんでしょうか、質問ですね。答えが分かった方は
下のコメント欄にコメントをください。すごくね、細かいところです。まあ、細かいんだけど僕はすごくそこは気になってます、はっきり言って。なのでこれから直します。はい、ではね、下のコメント欄にコメントをください。このね、答えは、フラワー TV じゃなくて、では今日はこちらで終了したいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time.